ウィス、タンチュンです。本日もドラゴンクエストタクトをやっていきたいと思います。この動画ではドラクエタクトを盛り上げたい、もっと楽しんでいきたいという気持ちで配信しております。ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンもできれば押してください。とても励みになります。コメントもいただけたらとても嬉しいです。それでは今日も元気にやっていきましょう。レッツゴータクト!はい、おはようございます。こんばんは、タンチュンです。本日は、ドラキーロード8バトルロードの方をやっていきます。お願いいたします。しかし最近は本当に寒い。寒すぎる。寒い夜だから、はい、行きましょう。悪魔のロードやる。はい、今日はですね、ドラキーロードの全ミッションコンプリートがやっとできました。ちょっとね、火力をね、持っていかないと、5ターンが、あのね、小さなメダルは今回ね、どこも、まあまあ取れる形にはしてくれてるんですけど、5ターンをね、やろうと思うと、難易度がもう1ランク、2ランク上がるんですよね。なので、なんとかなんとか、ここにスタミナを割いて、強化してきました。はい。5ターン以内クリアを、まあミッション同時コンプで、やっていきたいと思います。それではパーティー紹介です。ドラキーちゃん。はい、ランク F6、覚醒4凸レベル70マックスです。武器は、イカズチの杖で、ギラの威力を持っております。この前取ったはぐれメタルの盾をつけております。まあ、守備力と HP が少し漏れる武器なら、そっちでもいいと思います。HP 287、守備力157、賢さ142となっております。特技は、ギラを使います。ギラプラス8です。次は、シールド小僧ちゃん、E ランク6、覚醒5凸レベル75です。ペロペロキャンディーで HP をモリ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 にしております。デーモンメイルをつけております。はい、悪魔系の HP と守備力を上げるということで、はい、こちらつけております。まあ一応ね、私はぐれメタルの鎧持ってるんですけど、あえてこっちにしておきました。はい、大丈夫です。 HP が562、守備力が347ということで、はい、基本的にカバーウしか使いません。はい、続いてリリーパッドちゃん、ランク E6、 覚醒2凸ですね。はい、レベル73です。 HP が408、攻撃力243、守備力142となっております。はい、武器ははぐれメタルの剣をつけて HP と攻撃力を持っております。はい、鋼の鎧をつけて、HP と守備力を持っております。はい、特技はスナイプショットプラス5、スカラープラス2です。はい、ベレス、B6、 覚醒4凸レベル90マックスです。もうね、ワイトキングと対マンしてもらわないといけないので、はい、デビルワンドをつけてますが、はい、これより漏れるギラの威力があるならそっちを持ってもらった方がいいと思います。はい、この火力でちょっとギリギリなんでね。はい、サンタローブつけて、おります。で、特技が、ベギラマプラス9、ここまで上げております。では最終、悪魔の騎士ちゃん、ランク B6、 覚醒5凸レベル90マックスです。破壊の鉄球と三河市の服で守備力を少し持っております。はい、私22ぐらい上がりますね、これ。はい、 HP が731、攻撃力436、守備力392となっております。このパーティーでやっていきたいと思いますが、はい、ワイトキングちゃんのね、HP が1720あるんですよ。はい。まあ、状態異常も当然効きませんし、はい、途中からバギクロスに変わります。はい、マミーちゃんは、1ターン目、3ターン目、5ターン目は吹き飛ばし、2ターン目、4ターン目が岩石落としを使ってきます。はい、岩石落としがかなりダメージ食らうので、あと吹き飛ばしも、変に吹き飛ばされると、全然攻撃が届かなくなっちゃいますので、はい、その辺も考慮しつつ、立ち回りをしていくという形になります。それではやっていきましょう。はい、メンバー詳細ですね。はい、こちらだけ出しておきます。はい。結構ね、数値ギリギリな部分もあったりとか、余裕な部分もあったりとかするので、攻略と合わせて見ていただけたらなと思います。はい。ギラの火力はね、まあまあちょっといるかな。それではやっていきたいと思います。レッツゴー!はい、それではやってみましょう。はい、初期配置はこんな感じに並べております。では、レッツゴー!はい、ため。はい、ベレスちゃんが一番早いですね。ベレスちゃんで、その場の位置で右側のマミーにベギラマを打っていきます。はい、395というダメージですね。はい、これがもうちょっと出ればね楽なんですけどね、私4凸なんですよね。
五凸だとおそらく400超えてくるのかなと思います。はい、ではこの位置まで移動してダークスパイク406ダメージ。はい、ではリリパッドは左斜め下に移動してスカラをかけていきます。シールド構造にですね。はい、そしてこの位置に移動してカバウ、この位置に移動して下のマミーにメラを打っていきます。メラ抜群105と。はい、ベレッシャンはワイトキングにベギラーマー、ワイトキングバギーマーですね。はい、岩石落とし、岩石落とし、岩石落としということで。はい、そしてこの位置に移動してダークスパイク下のマミーに打っていきます。はい、リリパッドちゃんはこの場でスカラを悪魔の騎士にかけていきます。はい、そしてその場でカバウ割っていく。そしてドラキーちゃんは上に上がってメラで右下のマミーを落としていきます。はい、そしてベギーラーマー、バギーマーですね。はい、吹き飛ばしからの吹き飛ばし。はい、そしてダークスパイクを入れて倒していきます。はい、ここで3ターン目ですね。リリパッドの攻撃1発と悪魔の騎士ダークスパイク2発でマミーを倒せる、火力があれば大丈夫ですかね。では次悪魔の騎士が攻撃できるように、距離を空けておきましょう。ここでスナイプショット、一歩下がってかばう。そしてここからワイトキングに攻撃に参加していきます。ベギラマー、ギラベレスのベギラマーの攻撃に、ギラで参加していきます。はい、こちらベギラマー、はい、395バギクロス食らう。はい、ただ次の、ドラキーちゃんのギラとベレスのベギラマーの5ターン目の攻撃で残りこの409を、削っていくという作業になりますので、はい、結構火力ギリギリです。はい、ではこの位置に移動してダークスパイク406。はい、次のターンが吹き飛ばしになりますので、ここからスナイプショットで追撃していきます。まあもうねダークスパイクあと一発で倒せるんで、大丈夫なんですけど、どっちにしてもね、吹き飛ばしの方をしてほしいので、この位置で吹き飛ばししてもらいます。はい、でシールド小僧ちゃんはここまで逃げてしまいます。はい、この場でカバーでも押しておきましょう。はい、ここでギラーをワイトキングに打って5ターン目。はい、ベギラまでなんとか、残り283、うん、落とすことができました。はい、ベギラマーでワイルドキングを落とす。そしてはい、ここで吹き飛ばしで耐えていくと。そして最後ダークスパイクでマミーちゃんを落として5ターンクリア、全員生存ができました。ふぅ、これね、まあまあ時間かかりましたね。仲間を一体も倒されずにはなんとかなるんですけどね。この5ターン以内をやるのにちょっと火力を盛らないといけないので、ステータス数値でちょっと微調整していただきたいなと思います。ちょ、特技強化もちょっと頑張りましたね。はい、こんな感じでドラキーロードもすべてコンプリートすることができました。ありがとうございます。はい、私もね、1日1個ずつやってます。1日1個コンプリートする形でやっていってますので、はい、クリスマスイベントなかなか、できてませんが、はい、1日、1つのバトルロードを全部コンプリートしていくという形でやっております。一応全部クリアはしてるんですけどね。はい、皆さんも多分時間あんまないと思いますが、1個ずつやっていきましょう。はい、ということで今日も何かネタやりましょうかね。今日は12月の21日月曜日ということで、クリスマスまであと3日4日ですね。クリスマス皆さん何か予定ありますか？はい、私は家族で秘密の刃のなんか予約をしたのと、あ、唐揚げくんかな唐揚げくんの予約とチキンの予約をしております。家族でみんなでチキンを食べて、唐揚げくんを食べて、滅の刃を見てクリスマスを過ごす予定になっております。ドラキーちゃんたちがねいっぱいいますね。ドラキーのとこに一人だけ、違うやつがいるっていうねモーモンがいるっていうね。はい、こんな感じで、攻略やネタなど、はい、動画をもっと楽しんで見ていただきたいなという気持ちで配信しております。チャンネル登録
グッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは最後に軽くネタやって終わりたいと思います。では最後ちょっとだけネタやりますね。一本グランプリの、おなじみ写真で一言をドラクエタクトバージョンでちょっとだけやって終わります。それではまたねー。写真で一言。だるまさんが転んだ。るまじゃねえよ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。 YouTube のコメントなんかもいただけたら嬉しいです。 Twitter もやっておりますので、いいねやフォローよろしくお願いいたします。それでは。